ちは。こんにちは。霊夢さん、呪術廻戦コラボ、終わっちゃいましたね。終わっちゃったねー。コラボは結構、いいアイテムとかキャラとか手に入ったと思うんだけど。今回の呪術廻戦コラボ、霊夢さんはもちろん、全キャラ全報酬ゲット。してるわけない。まあ、それなりにはイベントクリアしたと思うんですけど。難しいクエストは、全く歯が立たず。というわけで今日は、呪術廻戦コラボイベントで、私がゲットした報酬。成果が大きかった順に、ランキング形式で紹介したいと思います。5位、コラボキャラ、運極達成。コラボキャラをいくつか、運極達成しました。ログインでもらえる歌姫、右翼の職で復刻した、マキト、ミゲル、ジョウゴ。コラボステージはやってる人が多いので、マルチですぐ、人が集まることもあって、結構楽に、達成できました。あれ？シグロ当時っていなかったっけ？結構強いらしいけど。周回できるほど安定して勝てません。4位、渋谷事変ジョウゴ、封印箱ミッション。渋谷事変のジョウゴ、封印箱ミッションです。クリアすると、封印箱からランダムで報酬ゲット。ベル、レベルの書、英雄の書など、貴重なアイテムを、たくさんゲットできます。全部で20種類あり、それぞれ1個ずつ獲得できるので、20回クリアで全部ゲットできます。まあ私は英雄の書さえ手に入れば満足なので、それ以上はやってませんが。要するに時間足りなかったのか。1日2回までしか挑戦できなかったんですよ。3位、コラボガチャ。コラボといえばやっぱこれです。オーブを回して強力なキャラを手に入れる、コラボガチャ。ちょっとオーブが枯渇気味なので、100オーブ使って、20連だけ回した結果、見事伏黒めぐみ、ゲットです。いやこれ星4だけど。間違えたこっちでした。呪術廻戦コラボキャラの中では当たりらしい。らしいなのか。はい。正直私は、ステータス見ても強さがわからないので、ネットの情報を信じてます。ネットに騙されるタイプかな。2位、ミニメカ丸ミッション。10個達成。2位はミニメカ丸ミッション。ミニメカ丸から与えられるミッションをクリアして、報酬ゲットしていきます。最初は簡単なのですがだんだん難しくなっていき。10個目のミッションが、水属性キャラのみで、超究極、伏黒当時のクエストクリアすること。ただでさえ当時クエスト難しいのに、水属性の水属性でクリアは、かなりハードル高いです。適当に水属性キャラ選んで、挑戦した結果、2ステージ目で撃沈。霊夢さん、貴属性には、水属性じゃなくて火属性で挑戦した方がいいですよ。いやだからそういうミッションなんですよ。その後、クリア諦めてたのですが、どうやらアナスタシア艦隊で、楽にクリアできると聞いて、再挑戦。ただアナスタシアには、ワクワクのみすらつけてなかったので、他のキャラからワクワクのみ、強奪。あーにゃかわいそう。そしてもちろんアナスタシア、4体なんて持ってないので、マルチ募集。タイムシットでの挑戦だったこともあり、マルチ集まるか心配でしたが、なんとか集まりました。なんか、応援されてんな。はい。紋章とか見る限り、かなり強いアナスタシアだったので、多分、お手伝いの人なんだと思います。ありがたい。この、強いアナスタシアがいたこともあり、少々苦戦するもなんとかクリア。お、すごい。なんだ、やっぱりアナスタシアなら簡単じゃん。何回も負けた後なんですけどね。見事メカ丸ミッション10個クリアして、超貴重なアイテム、コネクトの書ゲット。おめでとう。そういえばこの、メカ丸ミッション、12個まであるみたいだけど。これ以上は無理でした。1位、トクタマガチャ。メカ丸ミッションでもトクタマゲットして、この、コラボで集めたトクタマ3個で、コラボガチャ、3回引いてみます。まあ3回じゃさすがに何も出ない。なんと、50ゲット。え、一番の当たりキャラじゃん。ガチャを引く回数が少ない方が、意外といいキャラ出る法則。意外とあるあるかもしれません。というわけで呪術廻戦コラボ、最大の当たりキャラをゲットできたということで、このコラボイベントに思い残すことはありません。はよ次のコラボイベント来ないかな。気が早いです。番外編。マキト、超究極。メカ丸ミッションにもなってるこのクエスト。何回も挑戦しましたが、ステージ1すらクリアできず。クリアした人いるのかこれ。そりゃいるでしょうけど。両面宿儺、超究極。これがメカ丸ミッションになってます。まあ私くらいになると、ステージ1で負けた時に、このクエストは絶対クリアできないとわかります。諦めるのが早いだけで。というわけで以上、呪術廻戦コラボイベント、ゲットした報酬ランキングでした。皆さんのコラボイベント、クリア状況はいかがでしょうか？ご指摘、アドバイスあればコメントお願いします。高評価、チャンネル登録もお願いします。またね。